ライン・サンドバーグはシルバースラッガー賞を2類種として最多の7回受賞している。シルバースラッガー賞はナショナルリーグ・アメリカンリーグの各リーグからその年のシーズンで最も打撃に優れていた選手が各ポジション1人ずつ計9人が各チームの監督、コーチの投票によって選出される。指名打者制を採用しているアメリカンリーグは投手の代わりに指名打者が選ばれる。 1980年、ケンタッキー州、ルイビルのバットメーカーであるヒラリッチブラズビー社が表彰を始める。名称は、自社商品である、ルイビルスラッガーから取られた。受賞者に贈られるトロフィーは高さ3フィートである。二類種としてのシルバースラッガー賞の受賞回数は、ライン・サンドバーグの7回が最多である。サンドバーグに次ぐ受賞回数は5回で、ロビムソン家の ホセ・アルトゥーベの2選手である。ついで4回で、ジェフ・ケント、クレイグ・ビジュオ、チェイス・アトリー、ロベルト・アロマー、フリオ・フランコ、ルー・ウィテカーの6選手である。ダニエル・マーフィーが2016年に2類種として、シルバースラッガー賞受賞者のシーズン記録となる打率。347を記録。2017年、ホセ・アルトゥーベがアリーグ記録となる打率。340、 出塁率のシルバースラッガー賞受賞者のシーズン記録はウィリー・ランドルフの427でシルバースラッガー賞が創設された1980年に記録。ジェフ・ケントは2類種としてシルバースラッガー賞受賞者のシーズン記録となる長打率596を記録。本類打はライン・サンドバーグ。打点はブレッド・ブーンが2類種として シルバースラッガー賞受賞者のシーズン記録である。2009年の受賞者、アーロンヒル。2008年の受賞者、ダスティン・ベトロヤ。ジェイス・アートリーは2006年から4年連続で受賞している。ジェフ・ケントは4度シルバースラッガー賞に選出された。ありがとうございます。